イル城観光ツアー in Spanish! イエーイ、カン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 。ということで、前回からですね、バイオ村観光ツアーを回ってですね、バイオ城観光ツアーということで、バイオ城とバイオ城っていろいろと、入り混じっているんですけど、そんなことは気にしないでね、早速ですが、いろいろとやってまいりましょう。で、こちらですね、開けようと思ってるんですけれども、中にですね、おっぱいがね、プローンとなっているね、なんともエチエチなですね、銅像が立っているんですけれども、中はね、銅像じゃないですね、像ですね、あれをね、開けることはできませんので、一旦ですね、無視しましょうということでございます。はい、で、こちらに登っていきましょう。で、こういうとですけどね、ここでいきなり始まったね、奴隷プレイということでございます。はい。もう、レオンはどうやらですね、そういう性癖があるんですけれども、そういう性癖がありながらもですね、まあこういう格好をしていますから、でそしてね、一応肩書きだけはエージェントということでございますんでね、なかなかね、性癖をね、目の前でですね、ポロンと出すことは気にはいかないということでございます。でこちらですね、いろいろとあるんですけれども、これは全てですね、レプリカでございますんでね、何か一つ持ってってね、一つも弾を浮かすためにね、邪教と戦っていこうなということをやりたいなと思ってもなかなか難しいということでございます。はい。でこちらですね、なぜかですね、ここにだけですね、布がポサッとなっているんですけれどもね、はい、基本的にはですね、こちらにあるろうそくっていうものは最終的に、ね、ずっと燃やしているとですね、酸欠になったりとかですね、あるいはろうが全部ダラーってなってね、なくなっちゃったりとかするんでね、火を消すためのですね、やつになっていますと。で、火を消すやつなんですけれども、すべてにね、一つ一つになっているわけではありませんので、やっぱり経費削減というところもね、バックに考えているところがありますんで、まあ、お城とはいえですね、やっぱり、村民からね、いかにですね、農をね、納税してもらえるかどうかによってですね、こちらの贅沢な、過ごし方っていうのも決まってくるというところでございますんで、はい。ということでですね、こちらですね、ガーンってなっておりますんで、こちらの布をですね、パサパサとかけていって、最後夜寝るときにですね、カードを入れるなっていうということでございます。で、こちらでカーンと。で、こちらでカーンと。あれ、こっちですね。カーンと。で、上がですね、もうすでに開いているという状態になっているということです。今何をしたかというとですね、後ほど、今何もしていないのにドアが開いた状態になってましてね。そうなんです。実はバイオハザードですね、皆さんお気づきかもしれませんがですね、単なるですね、サバイバルだったりですね、お笑い芸人がね、わちゃわちゃってするやつではなくてですね、実は本当はホラーゲームだったというところがですね、バイオハザードのね、味噌なんでございますね。はい。で、かつてですね、先月ぐらいにですね、スリランカの方でね、バイオハザードが起こるみたいなことのニュースになったりとかしてたんですけれども、あれはホラーでなくて本当にただのその言葉通りバイオハザードということでございます。はい。でですね、こちらですね、もう行き止まりでどこも進むことができないよということなんでございますけどね、実はですね、こちらね、進むことができるんですね。はい。迷った方はですね、こちら私の動画で攻略していってください。でですね、アジュリちゃんはですね、なんとか身長とね、が小さいから、通り抜けることができたんですけれども、残念ながらですね、これ以上ね、おっぱいが吸入化してしまうですね、ここのヘリのところに、ね、引っかかってね、もう無理、プルプルってなっちゃうんでね、はい、これ以上アシュリちゃんのアシュリちゃんがね、育たないようにだけ注意していただきたいなというふうに、すごいここを忘れずにガーンとやっておきましょう。で、拾ってですね、くるっと振り返って、こちらの方に進んでいくとですね、こちらですね、これから動物園になってまいります。ここ動物園ですね、はい。大きい動物がね、グオーってなってますんで、そこを注意しながら行かないといけないということでございます。で、こちら、ひどいよーってことですね。はい。こちら、かつての飼育員さんです。はい。で、飼育員さんですね、たくさんこちらでですね、お仕事をしてらっしゃるんですけれども、こちらもですね、こちらもやってるんですけども、これはライオンに切り刻まれた跡でございますね。はい。で、ちなみにですね、こちらのですね、飼育員さんですね、園長先生にですね、お前は全然仕事ができねえって言ってね、ボコボコにされた結果でございます。はい。で、こちらの方に進んでいくとですね、はい。もう、働きすぎてですね、よく言うじゃないですか、あちらの方。何？大きな動物の。そうです。こちらがですね、こちらの動物園で飼っているですね、非常に獰猛な獣でございます。はい。で、こちらの方はですね、残業時間80時間が過労しないんだ、なんだかんだとかって言ってますけど、そんなことを関係なしにですね、はい、そのですね、10倍の800時間働いた結果、そうなっちゃったということでございます。で、今回のですね、ご紹介皆さんにしたいのはですね、こちらのですね、動物園で一番人気のですね、ガラドールちゃんという動物でございますね。後ろを振り返ると、はい、ガラドールちゃんでございます。彼がですね、オス、生息地はですね、地下牢ということでございます。で、彼はですね、ちょっと特殊な性癖を持っていましてですね、お目目をね、ちょっとね、嗅覚とね、聴覚をね、発達させるためにですね、残念ながらですね、ちょっとお目目は私いらないよということなんでございます。で、お目目バーンとなってね、こちらにガーンと走ってくるということが趣味でございますんで、こちらのですね、上につる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 ってなっているのをですね、あまり鳴らさないようにして、で、こちらに走ってくるっていうね、おーら、元気でしょ、元気でしょ。鎖が外されると、こんな風に元気になるんですね。ということで、ね、こちら、ダダ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 ダ危ないですね、そうそう、元気なんですよ、元気なんですよ。だからこうやってね、一緒に遊んであげないといけないということね、はい、遊んであげましょう、遊んで差し上げましょう。で、後ろを振り向いたんでね、はい。ちなみにですね、後ろのですね、後ろのですね、こちらのね、ニュルニュルニュルってなってるところが一番のツボでございます。こちらをやるとね、はい、こうやってね、気持ちよさそうにね、
くるくるくるって寝ちゃうんですね。はい。で、リズムを刻みながらね、プルン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 リズムを崩しながら、はい、寝ちゃうと。あ、眠りについたということでございます。はい、お疲れ様でございました。はい、ありがとうございます。そうなんですよね。眠りにかつてついていたということでございます。うん、かつじゃねえか。眠りについちゃったということでございますね。こちらパコーンとやっていきましょう。はい。じゃあね、動物園もね、無事紹介することができまして、次のパートのところに、ね、進んでいきたいなというふうに思うんですけれども、はい。皆さんちなみにどんな動物を飼っていらっしゃいますかね。私はですね、かつてですね、コオロギじゃなくて、スズムシを飼ってたりですね、それから金魚もね、飼ったりとかですね、してたんですけれども、やっぱりメインで飼ってたのはですね、コーギー、ペングローブですね、ウィルシュコーギーペングローブというものですね、あとは、ね、雑種の猫ちゃんをね、3匹ですね、3匹って言ってんですけど、1匹ずつ飼ってですね、1匹はもらったもの、1匹は拾ってきたもの、1匹は譲り受けたものということでございますね。はい。もらったものと譲り受けたものとの、ね、違いがよくわからないですけど、さあ、登っていきましょう。で、こちらを進んでいくとですね、園長先生の隠し部屋ということでね、ごひょごひょってやってですね、そう、こちらですね、園長先生が夜な夜なね、こちらですね、ゼロコーラをポッポッポッと飲んでるんですね。はい。でもね、これ以上ね、飲むことは許されませんので、ゼロコーラね、破壊しておきましょう。で、彼ですね、働きすぎて倒されちゃったというですね、飼育員さんなんかもね、やっているということでございます。で、ちなみにですね、皆さんもご存知の方多いと思うんですけれども、ちょっとね、アシリーちゃんがね、私も動物園、行きたいのということなんでね、動物園ね、はい。そう、動物をね、ちょっとね、こちらですね、まあ、立派な動物園を広げてはいるんですけれども、残念ながら飼っている動物が、飼育している動物が1匹しかいないということなのでね、こちらのね、動物、ちょっとね、アシュリーちゃんの方にお見せしたいなというふうに思います。アシュリーちゃん近くにいろ。アシュリーさん、近くに来てください。はい、おいでおいで。そうなんですよ。これが動物でございます。動物？そうなんですよね。ペットにはできないぞ。そうなんですよ。残念ながら、ペットにしたい。ああ、そうなんですね。飼いたかったですね。ごめんなさいね。ちょっと今、ぐっすり寝ているところなんでね、寝ているところを起こすとね、またね、ネイルアウトしやすいよって言ってね、ブル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 起き上がってくるというね、ちょっと恐ろしい現象が起こってしまうということなんでね、一旦ね、ちょっと、彼女に関しては、ペットで飼っていただくということは、まあ、我慢していただけたらなというふうに思います。はい。ところで、ということで、こちらにですね、ガンパウダーがあるんで拾っておきましょうと。そうなんですよね。大丈夫かな大丈夫かな、おっと、咳込んでますね。大丈夫、あなたの咳をもらうから、私が好きなものをチューチューしよう、チューチュー。はい。ということで、階段を登っていきましょう。はい。咳込もうがね、苦しもうが、ね関係ないですね。はい、そんなことを無視してね、どん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 先に進んでいくしかないんですよね。はい。で、こちらにですね、いろんなですね、ゆなゆなですね、怪しい、園長先生がですね、飲んでいるっていう、酒盛りのですね、跡地でございますね。で、こちら、酒盛りをいろいろとね、やってるんですけど、ね、ワインとかウイスキーとかもいろいろと飲んでるんですけど、はい。いろいろと、打っているんですけど、こちら、カッチカチやな。カッチカチでございますね。はい。カッチカチなんで仕方ないんで、後ろのなぜか、あれが倒れているんですけれども、で、上の方をね、ちらっと見ると、はい、これがあるんで、これが確か銀トークンだったか、まあ、銀トークンでございますね。ということで、こちら、パコンとやっていきましょう。はい。で、後ろ、ふりっと振り返ると、何もないということでございますね。で、こちら、くるっと回るとですね、はい。こちらのですね、チャプター1の1のところですかね、のところにも出てきたようにですね、風車小屋の下の中にですね、獅子粉塵じゃなくて、なぜ、粉塵爆発を起こしてしまうという、ね、そのネタがありますんでですね、そうなってはいけないというところでございますから、はい、彼がね、火薬をボーンってなってしまうと、バーンってなっちゃうんでね、それがならないように気をつけていただきたいというふうに思います。ということで、金の宝物をね、切っていきましょう。で、これですね、物語のようになってるんですね。はい。物語のようになっているということでございます。まずはですね、こちらですね、こちらにですね、鉄の剣をはめていきましょう。鉄の剣をはめて、で、これでね、なんていうと面白いですよね。こうなるとね、もう初めからね、あ、違う、そういうわけではなかったから、初めからもうはめるための剣がね、もう選ばれている状態なのかなというふうに思ったんです。そんなことはなかったですね。ということですね。で、埋めたんですけど、あれで開かないなということで、1個足りないよということなんでね、こちらですね、ご覧いただくとですね、こちらですね、こちらから、レイヴンクロー、スリザリン、レイヴンクロー、ハッフルパフ、そしてスリザリンというものがあります。まずはですね、スリザリン打って、そして、レイヴンクロー打って、最後に、ハッフルパフを打ちましょうと。そうするとですね、こちら、アコーダフーということですね。で、こちらですね、もう息果てちゃってるね、キャー気持ちいいってなっている人がいますので、ね、気持ちいいでございますから、はい、気持ちよくなったままですね、そのまま寝といていただきましょうと。はい。実践で使うことはできないということでございますね。何か落ちてる。あ、タツノトシゴですね。タツノトシゴカーンとなったということで、なんか光ってないですね。光ってないですね。はい。で、こちらがですね、勇ましいですね。これがなんか、レオンのお父さんでございます。レオンのお父さんのですね、カオン S ケネディでございますね。カオン S ケネディ。顔が大きいからカオン S ケネディというふうに言われてます。フェイスじゃないんですね。はい。で、こちらの絵がですね、お手手仲良く握ってですね、包んで開いて、結んでだったですね。はい。で、よく、ありがとうございます。そうなんですね。で、こちらがですね、バイオハザード、バイオハザードじゃない、パイレーツ・オブ・カリビアンのですね、生命の泉に出てきたですね、かつての
灯台があってことですね。で、この付近に、マーメイドが住んでいるんですけど、マーメイドですね、宙をしようと思ったら、ね、そんな息臭いのを私に振りかけるんじゃないよって、ひゃーってこちらに向かってくるようになっていますので、そこだけで注意してくださいということでございます。はい。で、こちらが地元で採れたですね、美味しい美味しい、農作物の数々でございます。それを絵にしてみたというところでございますね。で、こちらですね、花です。はい。で、こちらがですね、あと、ノーキリストでございますね。はい。イエスキリストのですね、敵対する立場の人間でございますね。で、こちらはですね、サラザールのママでございますね。ママ、はい、意外と豊満な女性でございますということでございます。で、こちらはですね、かたどったお城でございますね。で、これでかつてですね、お城もですね、鉄工場を通らなくてもね、しっかりとつながっていた広い道があったんですけどね、いつの間にか塞がっていない鉄工場がバーンとできたことによってね、狭い道から行かされることになっている。で、これなんか見たことあるだから無視しますということでございます。はい。で、こちらがですね、なんかこっちを見ているね、通称バーということでございます。はい。で、こちら、あ、美人。あ、ちょっと待って、おお、めっちゃ綺麗。わあ。わわわわいいな、いいな、うんうん。ということで、興奮したところで、はい、こちら刺していきましょう。ということで、バーンと。そしたら、お乳が流れちゃうよ、チューン。レオンがかぶっこんだったの、ね。なんで、そんなちょっとがっかりして、感じで言われてるのか、ちょっとわかりませんが、とりあえず、正解だったので、こちらでバコーンとしてみましょう。で、こちらの村はですね、どうやら、芋がたくさん、取れるよ。あ、ちょ、やばいやばいやばい。芋がたくさん取れるね、のであるんですけれども、まあ、残念ながらですね、芋を取るだけ取ってね、全然食わないという習性があるみたいなね、こうやってね、どんどんね、なんか芋の毒が溜まってっている状態になってしまっているということなので、皆さん、ここの村で芋を食べるときだけは、目が生えてないかだけ注意しましょう。それがね、食べてしまうとね、本当にね、血まみれになってしまいますね。はい。ということで、お金をパコンと取りましたと。はい、で、こちら向かってくるとですね、あ、これさっきのあれじゃないっていうことになるんですけど、と。そうなんですね、最初に見た、戻ってきたんですね、戻ってきました。で、その、すでにですね、次に進むところっていうのもパコンと開いてるんですけれども、とりあえず、キックしておきましょう。キックしてバーンと入れて、あ、これがですね、執事がやってたね、エロ本パート2ということでございます。で、こちらをですね、パコンとやるとですね、はい、降りることができるんですけれども、まずは降りないでね、はい、こちらをですね、はい、ガッシャンガッシャンしていこうということで、レオン何してるのってことですね、そうそうそう、宝探しが冒険すると。あ、絶対真似しちゃダメです。真似したらですね、またね、かつてのね、村のところでね、足がガホンってはまっちゃった状態になっちゃうみたいな、そんな感じになっちゃいますから、はい。そうなったら、また抜くのに時間がかかって、いろいろとめんどくさいですからね、はい、くるっと振り返って。ということでですね、で、こちらにですね、戻ってくることができましたので、このあたりでね、このパートに関しては終了したいなというふうに思います。なぜかというとですね、この先にですね、激烈な戦いが待ち受けているということでございますので、その激烈な戦いはですね、やっぱりね、体力をね、英気を養った状態で皆さんと共にね、ブワーってやっていきたいと思いますので、今回はですね、QPA3 分クッキングをやっていきたいというふうに、てクキの金灰にはめはめする、緑はめ、紫はめ、赤もはめちゃう、はめはめはーということでございます。で、続いてですね、こちらはですね、レッドハーブですね、レッドハーブをこむとペンってやって、レッドにレッドをはめ直してどうするんだということですね。で、こういうやっていくと、もうちょっとですね、はめはめできると、はめ、あ、ちょっと待ってくださいね。これ青にしておきましょうか。青の方が数が多いみたいですね。はい。ということで、これで両ボーナスということで、13,200 とですね、15,600 ということでですね、やっぱり青の方が、高かったということでございます。で、これで今のところ全部はめはめはーができていますんで、これで OK ということでございます。で、その他にもいろいろあるんですけれども、とりあえず力の限りですね、力の死体じゃないですね、かつてはきっと飼育員だった、800時間働いた方がですね、残していたというものがありますので、はい、そういうこともやっておきながら、こちらですね、こちらと、こちらを合体させておいて、いらない間は残り売っちゃいましょうということで、無茶はしておりません。私の平常運転でございます。ということで、売却をしていきましょう。いらないアイテムをパコパコと売っていきましょう。こちらも売らないですね。売らないじゃないですか。売ります。買います。売る本市場でございますね。はい。で、こちらですね。こちらは1個、6個。まあ、売ってもいいんですけどね。売ってもいいんだけど、まあ、とりあえず、ショットガンとサブマシンガンとハンドガン。あ、一応で1個ずつしか売れてないですね。1個ずつ売るっていうのは、そんな殺傷なね。それだけ売ってどうすんだよっていうふうに怒られちゃいますからね。ということで、これパコンと売って、はい。この、観光ツアーが終わるまでですね。ぜひですね、1万進んでいきたいと思いますね。ということで、今回スタートと終わりが同じ場所ということでございますが、次にね、サクサク進んでいく準備ができておりますので、ぜひね、次回パートもお楽しみいただけたらなというふうに思います。ということで、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでですね、皆さんと共に、一緒に観光ツアーできたらお幸いでございますので、お見逃しなく、最後感じちゃダメです。はい、ということで、本日の動画以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。では、また次回、お会いしましょう。チャンネル登録もよろしく。